And this last target. Oh no, that's my place. 私の場所じゃないのって書いてますね。あ、やばい。拠点、なんか彼女襲われてるらしいですね。彼女たちの味方が助けに行かないと。レイダーの襲う場所が書いてあっただけみたいですね。戻りましょう。急いで戻りたいけども結構遠いぞ。ここですよね。こりゃ遠いぞ。間に合うかな。もう彼女も一緒に連れて行きましょう。しぶといな。ショートカットはないのか。やばいぞ。急げって書いてますけども。いや結構遠いな。どっかショートカットできるかな。いやでも変にショートカットしてスタックして遅れるっていう方がね、今はちょっとリスキーなので安全運転で行きましょう。安全運転って言って間に合わなかったら、これはもう制作者のね意図ですよね。間に合わないようにしてると考えましょう。仕方ないですもんね。パトカーは多分2番目ぐらいに速い車なので、それでも行けないっていうことはねおかしいですからね。まあ大丈夫でしょう。間に合うと思います。生きててくれよ。あとちょっとガソリンがカツカツだな。ちょうどぐらいかな。あった。ここですね。レイダーに襲われていると。助けに行きましょう。戦ってる。よし、オレやろう。レイダー同盟、オレやオレややろう。悪ガキ、行って、俺や。よし、生きてますよね。あ、ゾンビ化した、ゾンビ化した。おー、危ねえ。危なかった、数字。Why do we have to keep losing good folks? なんで会話中にいつも遮られるの。 Thanks for coming to our rescue. とゾンビがね、ちょいちょいイベントを邪魔してくるんですね。大切なメッセージを今読んでたんですけど。We'll talk later.後で話そう。あ、ゾンビ銃声できちゃったんですね。片付いたかな。いや、女性すごいですね。ハーレムじゃないですか。プライスさん。すごいな。こんなに囲まれてるの初めてですね。女性4人に囲まれるプライスさん、モテモテです。というわけでスージーさん、I am really sick of losing people to these attacksFrom the evidence I found, it looks like the people responsible for all of this want to take over our town. A murderous group of bandits plans on moving into our town. It's up to us to lead the defense. See you ということでね。はい、これで彼女たちの依頼はシリフミッション完成ですね。これが1個目かな。What's going on, hun?いや、スージー欲しいんだよな、メカニックでね。ちょっとティファニー解雇しましょうか。So nice to see you. リクルートって書いてますからね。さあ、これで一応シリフのミッション1個完成しましたので、あとは何でしょうね。I'm on route to you now. ワンダリングトレーダー、ちょっとトレーダー行ってみましょうか。なんかいいもの持ってたらね、欲しいですもんね。パトカーはどうしようかな。
って帰った方がいいのかな。これもちょっとガソリンがないので、ちょっとここ置いておきましょうか。あ、ガソリン入ってるじゃん。リペアキット使っちゃいましょうか。ちょっとおもろすぎるんでね、これね。扉がちょっと3枚ないのはやばいなと。OK。Talk to Tiffany about her strategy. Talk to Ashley about their strategy. Check in the scattered pipe. Check with the Steve. やべえ、なんかシリフミッション4つも一緒に出てますね。どうしましょうか。Damn, seems like we meet again. We have to make sure our allies remain loyal. They could be tempted to side with these bandits. I have a plan to fix this, but we need to stay strong. Make sure folks don't get too upset. なんか二人がね、プランがあるみたいですね。やばい。やばい、ちょっと待って。やばい、扉が。痛え、ちょっと待ってくれ。死んだか？ほんと強いんですよね、フェラルだけはね。つかめないっていう。よし、倒した。武器がなくなっちゃいましたね。なんか積んでねえかな。いやー、これまたここスタックするか。これ抜けれるかな。この車結構ね、ダメですね。よいしょ。武器がないと辛いな。ナイフだけじゃちょっと戦えないな。パトカーぶつけるしかないかな。あ、完全これスタックしとるな。ダメだな。ちょっとパトカーぶつけましょう。よかったですね、近くにあって。スプリーマー、武器もちょっと潰れかけてますね。さあ、救い出せるかな、あの車。慎重にぶつけないと。よいしょ。あらら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 。危なかった。今ちょっと焦った。危なかった。こいつのナイフ使いかっこいいですね。回転ナイフ切りか。さすが兵隊さんですね。サバイバル技術を身につけている。はい、ちょっと怖いんで遠回りしますけど、シェリフのミッションでアシュリーさんの言うこと聞くか、ティファニーさんの言うこと聞くかっていうことですけどね。ティファニーさん私切りたいと思ってるので、アシュリーさんの言うこと聞いちゃう。とりあえずスージーを勧誘しましょうかね。メカニックなんで車の修理とかをしてくれるので、してくれると助かるんですよね。正直ティファニーはクッキングしかやってくれてないんですけども。スタックする確率が増えてきましたね。気をつけましょう。あ、そうだ、武士預けとこうか。持って帰ってきたよ。
Man, it is good to be home. とりあえずはどっちだ？アシュリーさんとティファニーさんの言うことどっちか聞くっていう話ですね。まあ、今後の対策どうするかっていうことなんですけどね。弾ないかな。41発か。てか武器壊れてるんで修理しないと。間違えて壊れちゃいましたね。使える刃物系があればいいんですけども、あ、これでいいか。フードサプライロー、食料が減ってきていると。まあ、正直ギャリーさんどっちでもいいかなって感じですよね。新しく入ったギャリーさんですけども、エレクトニックなんですけどね。これエレクトニックを、まあ、プライスさんがやってしまえばいいので、アサルトドローン、ソーラージェネレーター、クラフト C4、まあ、ソーラー発電機ができるってことですね。プログラミング楽しそうだな。 C4 も作れるということですからね。これしましょうか。エレクトロニックスでギアリーさん辞めさせてスージーを勧誘しましょうか。ちょっと体力強、ね、多いのがね魅力なんですけどね。134という。というわけで彼とはおさらばしましょう。あ、今あれか、シェリフミッション中だからできないのか。ノー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 。ではね、とりあえず、まあ、ティファニーさんは多分過激な発言でしてくれるのかな。アシュリーさんは多分冷静な対策を練ってくれるんじゃないかなと思うんですけども。まあ、口が悪いですけども、はっきりしてるティファニーさんにも聞いてみましょうかね。これアシュリーでしょ？ティファニー、どこ？上か。彼女の戦略を聞くと。聞いてみましょうか、じゃあ。Be firm with our leads. Make sure they understand how dangerous this situation is and show them we are in charge. 我々の、ね、力を見せつけてちょっとね、脅す感じですね。Just stand a bit too strong. You are right. It's best if everyone know we are in control. 我々が、ね、この状況を支配しているというのを見せつける。Take care of yourself. って感じですね。とりあえずじゃあアシュリーさんの解決策を見てみましょう。やっぱりティファニーさんは過激ですね。こんなやつらね、脅してしまえばいいんだよみたいなね過激発言をしてますけども、まあ、冷静沈着なティファニーさんじゃなくてアシュリーさんは Just stay calm out there. 落ち着いてと。 Remind our friends that if we all have each other's backs we get through. まあ、お互いのね背中を持ってきてあげればね、まあ乗り越えられるんじゃないかと。The people in this town should be worried and they should remember we are the one in charge. あ、結構一緒のこと言ってますね。I agree, we need people to feel good about standing with us. We definitely don't want panic. どっち聞きますかね。悩みますね。まあ、どっちみち、ちょっと力を見せつける感じになるので。ティファニーの言うこと聞いてあげるか。たまにはね、たまにはティファニーの肩持ちます。脅してしまおうということに賛成しましょうかね。 I knew you'd agree. OK。 あれ、結局二人に話しかけるんですかね。
とりあえず賛成しました。アシュリーさんのやつも We need people to feel about standing with us and we definitely don't want panic じゃなくて力を見せつける方に。I can't believe how cruel we've become. なんて残酷なことなんだみたいな感じでね冷徹なやつなんだみたいな言われましたけども、仕方ないですよね、周りのこのパニックを抑えるには。はい、この人がね兵士ですから力を見せつける時もあるんじゃないでしょうか。薬品持っていきましょうか、1個ね。あとはラジカセ、ちょっとね念のためゾンビが襲ってくることも考えて持っていきましょう。で、火炎瓶でしょうね。ここか、ここにいるみたいですね。あとガソリンですよね。ガソリン資源が倉庫に預けておいた方がいいってことが分かったんでね、ちょっと燃料缶を出しましょう。よし、これでガソリン預けておけば安心ですね。1個あれば大丈夫ですかね。なるべくちょっと真っ暗になる前に行きたいな。入れすぎかな、リペアツールとか。1個でいいっすよね、リペアツールとかで。こっちに入れとくか。さあ、チェックインウィズザシティフォークと2箇所調べるのがあるみたいですね。ここですね、とりあえず行くしかないのでやりましょう。レイチェル心配ですね。